はい、今回ですよ。今回マジ渋すぎ。なんかいたの覚えてるわ。いたの覚えてる。昔のセンターバックって感じじゃない？ナダルですよ。これでしかね、なんかボランチとセンターバック両方やったよな。で、スペイン人のくせに足元があんまなかったみたいな感じなかったっけ？あったっけな？覚えてへん。はっきりと覚えてへんの。まあ、大昔のレジェンドって感じなんかな。187センチ。昔にしてでかいね。これレギュラーカードやからね。すごいよね。はい。それではですね、ナダルちゃん。確かね、また、もしかしたら間違ってるかもわからへんけど、ラファエル・ナダルっているでしょ。テニスの。あれのなんか親戚やったな気がする。うん。間違ってたらごめん。まあ別に間違ってようが何しようか別に。どうでもいいけどな。スペイン代表62キャップ3号。すごいじゃん。結構出てんな。ワールドカップ結構出てるやろな。すごいな。ちょっと待てよ。出てるね。94年もまず出てるな。すごいね。めっちゃベテランやん。98年も出てるな。予選敗退した時やな。まさか2002年出てる？うわ、2002年もフルで出てるやん。やば。重鎮やな。スペインの鉄人やん。やるじゃん。マジョルカスタートのバルサと。バルサが8年間はすごいね。で、マジョルカに帰って引退と。ラリーが423試合。やば。やっぱ鉄人やな。完全鉄人やん。チャンピオンズリーグも30試合。これちょっとマジの大物やな。かなり大物やな。でも確かね、ナダルの親戚やったような気がする。どういう親戚なんかわからん。何頭身先なんかわからんけど。で、引退してからは、今は何もしてないみたいですけど、マジョルカがふるさとなのかな。マジョルカのスポーツダイレクターをやってたことがあるという感じで。まあ、指導者ではないというところですかね。